3対1で迎えた9回裏、上原が行きます。今日はイニングをまたいで再びこのスタジアムのマウンドに上がります。キャッチは日付は変わっていますが、3万2000を超えるファンがまだほとんど帰らず、第4戦の行方を見つめています。で、今日ヒットが1本あるウィル・マイヤーズからで、ここから今日はローニー、オンコリアと続いてくる2、3、4、それに対します。ここまでです。しかしウォーニングトラックの中、ワンアウト。ハーフ上原もフッと思わず、いやもうアウトはアウトです、息はつきましたね。ポストシーズン好調なジェームズ・ローニー、今日はまだヒットは3打席でありません。カルテスセカンド、ツーアウト。上原が抜かれましたが、クラブちょっと当たったんですね。当たりましたね、はい。まあ、いずれかすらなくてもショートの五月が追いついているのでしょうし、はい、勝利まであとアウト1つ。ここで対するは4番ロンゴリア。詰められたレイズ、追い込んだ。昨日から連続の登板になっている上原、今日は8回2アウトからあとストライク1つ。おっとっと、珍しいですね。はい、上原がああいうボールを打たれるというのは珍しいですね。ちょっとこれ力入ってるのか。さあ、レッドソックスとしてはあとアウト1つで5年ぶり10回目になるリーグ優勝決定シリーズへの進出が決まります。スイング、三振、スリーアウト。地区シリーズ突破、5年ぶり10回目、アメリカンリーグ優勝決定シリーズ進出。